起立礼着席。全国47都道府県の、ね、出身の選手が、それぞれの、代表ということで選ばれて、三国に集結して戦うと。これが、ボートレース甲子園ですね。はい。岩田さんはどちらの出身ですか？私は神奈川。神奈川県、はい、神奈川より愛知の方が住んだのが長いんで。あ、そうなんですね。その代表は柳沢はじめ選手、岩田さんも親交あると思います、はい、原田幸也選手のマナ弟子と。どちらかというと昔から、ね、はい、一生懸命ペラを叩いてるっていうイメージしかないんで、はい、すごくね、原田選手と違って違って、はい、はい、すごい真面目な選手かなと思います、はい、さあ鈴木さんはどちらのご出身ですか？はい、私宮城県出身です。宮城県ですか。自分も家が、はい、漁業やってる家なんで。そうなんですか、はいはい、まさにその美味しい魚を食べて育った宮城県代表は、はい、萬正嗣選手ということで、穴を出してくれる選手。穴いいですね。穴いいですか、はい、私も競馬めちゃくちゃやるんですけど、はい、穴党なので、はい、穴って言葉に惹かれます。鈴木さんはもともと岩手競馬でジョッキーをされていたということで、はい、その岩手県代表は菊池康平選手、こちらはね、残念ながら穴になりません、うん、まさに優勝候補の一人になるだろうと思いますね。さあ、杉原さんはどちら？私は広島県。広島県、あ、はい、広島県ではもちろんレース場もありますし。そうですね。でもだからボートレース の、 宮島行くと、はい、もうレースを見ながら神社も見てっていう、ね、一石二鳥な場所にあるんですよね。はい、そうですね、広島県代表は、はい、前本康和選手、うん、ね、宮島の鬼なんだよっていうなんかニックネームがあるんですよね、うん、あ、そうかもしれないね。穏やかな方なんですよ ね、見た目もそうですよね、はい、そのお得な応援キャンペーンというのも今回ボートレース甲子園に用意されてますので、そちらの方も皆さん注目していただきたいと思います、はい、次はですね、その他に、ね、出場する代表レーサー特に有力選手を紹介したいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。